高橋正宏12月25日隊は、日本の銀行家、岩手銀行代表取締役会長、岩手県北上市出身、立大法学部卒業後、岩手銀行入校、有志、審査部門を長く担当した。2007年、当時の長野勝美と取から、じっくり後輩を見た中で、ベストはわからないがベターだろう、の辛口の評価を受けつつ、 常務から公認として昇格する。年齢にして15歳の若返りとなった。しかし、会長に退いた後も、長野の戦王が目に余り、二等政治への校内での不満が高まる中、2009年4月、長野を会長から解任。取り中心のスピード経営を目指す体制とした。2014年には、東日本大震災を乗り越え、7年ぶりの 増収増益となったことなどから会長に知り添いた。中小企業診断士資格を有するほか、システムのプログラミングを手掛けるなど、多彩な側面も持ち合わせる。日本経済新聞2007年5月15日、日本経済新聞2009年4月24日、岩手銀頭取に、田口氏高橋氏は、会長就任へ。岩手日報。 http://www.iwate-np.co.jp ス com ラッシュエコノミースラッシュは2014スラッシュ M05 スラッシュ E1405161 と HTML2014 年5月16日閲覧日勤祝冊版2007年2008年日本金融通信社ありがとうございます